申し上げます。浅井長政様、寝返り。バカな、後ろで長政殿が寝返ったちゅんか。このままでは前の敵とで挟み撃ちに相まするぞ。さあどう出る、信長。久秀、信長を逃がす任、うぬに命ず。はっ。我が輩が仕組んだと見抜いている。なのにあえて我が輩に奴の命を救えと命じるのか。信長は絶対という因果を破り、京へ来襲、三好の残党らを平らげた。その後信長は将軍足利義昭を統制下に置くと、上洛命令に従わない越前の朝倉家討伐に動く。だが天下を狙う浅井長政の裏切りに遭い、浅井朝倉の強撃を受けてしまう。信長は即時撤退を決意、久秀に先導役を命じると、秀吉、光秀ら他の家臣にしんがりを命じた。織田の将、金ヶ崎撤退戦。火種は絶やさねばな。見るために。信長は自分だけさっさと逃げ出しますか。秀吉様はじめ家臣を七に残して。その判断は正しい。信長が死ねば乱世に逆戻りだ。判断が早いのも英傑の証と評価できよう。ついでにここで秀吉様、家康さん、光秀さん、信長の天下を脅かしかねない人を処分できたりして。信長の才あらば秀吉様らの力がなくとも乱世を鎮めることはできる。そんな大変な世でいいんだ。それが官兵衛殿の出した正解？一番早い正解であることは確かだ。でも一番いい正解じゃないよね。官兵衛殿が望む正解でもない。秀吉様を生かそう。俺たちの望む正解のためにさ。ま、生き残れないから七って言うんだけど。そこを何とかするのが我ら軍師の仕事だ。
姫、信長を逃がせ。だが退路に陣取る敵が邪魔よな。信長様、なおここにおらぬ味方は別の戦地で敵の追撃を食い止めております。競おうぞ。撤退すれば浅井の思うつぼ。
分散して引いて敵の目も散らせ。カイドン、これは浅井家家臣東道高虎、あんたら全員ここで果ててもらおう。Done.
始末言わてか。かかってきなさい。我が子にしてくれるわ。安価でいい。障害を排除した。見事ですね。心を切るためにあるのです。なんという強さよ。敵将撃ち取ったり。Yeah.
ち取ったよ。守るべきもののために。長政殿、なぜ、何故信長様に背いたのです。長政殿、信長様と違う道を、違う世を望んだんじゃな。久秀、大義。こたびの長政が謀反、うぬが煽ったか。うぬを許そう。また生かされた。我が輩の運命がまたあやつに歪められた。